お父さん、なんか怪我してない？パパが怪我してるのは、森の中から急にムースがやってきてパパをぶっ飛ばしたからです。ムースってヘラジカだよな、あの超巨大な。 お父さん、よく生きてたな。初中見舞いじゃなくて普通にお見舞いに行った方がいいのだろうか。さすがにインパクトの瞬間の写真はないか。パパがムースにぶっ飛ばされてる時の僕とお兄ちゃんです。あったあったけどそっちじゃない。っていうかお母さん撮っとる場合か。随分余裕あるな。やっぱりお母さんも変わった人なんだな。おロッキー山脈の雄大な山々です。ロッキー山脈では何を叫んでもエイドリアンと子供が帰ってくるとお兄ちゃんが言ってました。なわけあるかい。お父さんなんかに追っかけられてない？